こんにちは、心理カウンセラーの高森です。頭の中の不安を煽る声が強くなると苦しくなってきますという相談が来ることがあります。これは自分の中の心の声が頭の中でしていて、それが不安を煽るような内容っていうのは結構あるんですよね。誰でも程度の差はあれ、こういうものはあったりするんですけれども、これが非常に強いと苦しいですよね。何をやってもすごく悲観的だったり絶望的な、そういう考えが出てくるんですね。でいいことがあっても長くは続かないというふうにこうディスカウントしていく、下げてしまうということが起きてくると苦しいです。ただこれが自分の頭の中の声っていうふうに分かっているようであれば、これはまだ対処の必要がありますね。その声は声に過ぎない、事実ではないということを、どこかで客観的な自分っていうところで、そこに対して引きずられないっていう意識を持つことができるようになれば、かなり楽になってきますね。大切なことは、頭の中のこういった不安をある声っていうのを真に受けないっていうことですね。本当にそうなのかなっていうことを、どっかである種いい意味で斜に構えて吟味していただきたいんですよね。で大抵の場合これは急に過ぎないことだったりしますので、その辺を見極めていけるようになればかなり楽になってくるかと思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。